竜を生け取った話。田中幸太郎幕末のことであった本所に昇心な旗本が住んでいたがわずかな淵前では一家の口を乗りすることができないので金魚を飼ってそれで暮らしを支えていたその裏の大きな古池は それほど深くはないが水が青おどろんで藻が一面に生えていた藻の花の咲く頃には羽の真っ黒なオハグロトンボなどがその上を飛んでいたある日その旗本の家へ旅アキンド風の目の鋭い男が訪ねてきた何か御用かの 金魚屋をしていても御家人の言葉は町人の言葉と違っている。へい、少しお願いがございまして、へい。金魚かの、金魚じゃございませんが、やっぱりその、お池におりますもののことでございますが、金魚でなく池におるものとは何だな。それでございますよ、へい。と、 目の鋭い男は一段と声を細くして手前の家には家電の秘宝がございまして不思議なことが分かりますがお宅のそばを通っておりますと池の中から運気が立っておりますこれは池の中に龍がおる証拠でございます何龍がおるうなぎなら少しはいるだろうがまさかいや 手前が見ましたなら決して間違いっ個はございません。確かにおりますからどうか相当な金で譲っておくんなさいまし。しかしどうして取るわしは書物で魚竜師というものが竜を鳴らしたということは読んだが竜を取ったことは聞かないが。大丈夫でございます。手前の家は手前で四代目でございますが。 家宝宝の秘宝がが、ございまますすからきっと取りますが何しろ神通力を得たものでございますから素人の手には合いません。それを取ったとなるとこうした神通力を得ためでたいものでございますから大きな一畳以上もあるものになりますと千両もします。一畳以上でなくてもかなり大きければ五百両子供ならば百両から五十両。 相場は幾通りにもなっておりますがお宅の運気は小そうございますから子供だろうと思います。まあ五十両としてお願いしておいて取ってみて大きかったら百両差し上げることにしたいと思いますが五十両あれば一家が浮かび上がる主人は腹の中でひどく喜んだお前さんに見込みがあるならやってみるがいい。 すると町人は大きに喜んで早速半金25両の手付金を胴巻の中から出しながら「それでは数日のうちに檻を見て取りに参りますが竜はご承知のとおり陣通力がございますから取り損ねて逃がすようなことでもあると嵐になって家を巻き上げ木を吹き折って人死にがありますから林家の者も,も用心なさるようにお伝え願います」。 目の鋭い男はこう言って帰ったがまたその翌々日やってきた。今晩いよいよ取りますから戸を閉めてどんなことがあっても開けないようにしてください。そうしないと竜の木に触れると怪我をしますから。それで旗本の家では夜になるのを待っていると夜中頃になって住人ばかりの足音がして。 それが手に手に何か道具を持っているようにガタガタと音をさせながら庭へ入ってきた。主人はどんなことをして龍を取るだろうと戸の隙から覗いた。外には月があってその光が池のそばにいる体一面に入れ墨をした人たちの裸の体をちらちら見せていた。その人たちの中には大きな桶で池の水を汲み出すものもあれば、 車を仕掛けて水を押し出すものもあった。そこには縄のような金網をかぶせた大きな鉄の桶があった。主人はそれが取った竜を入れる桶だろうと思った。水を汲み出し水を押し出す音がしばらくの間騒がしく聞こえていたが、そのうちに口々に叫ぶ声が聞こえてきた。取った取った ほら取った。逃がすな逃がすな間もなく一行はガヤガヤと騒ぎながら帰っていった主人は取った竜は見なかったが朝になるのを待ちかねて林家の者へ竜を取った話をしたのでもうその付近の評判になったそこへかの目の鋭い男が来た 守備よく取りましたがやっぱり子供でございますから五十両の口でお願いいたします。いずれ数日のうちに両国で見せ物にいたしますがお宅の方はどなたにも木戸線はいただきませんからどうか見物にいらしてください。とあとの二十五両を置いて帰っていった。果たして二三日すると本所で取った竜が見せ物に出るという評判が立ったので。 江戸の人は会場を待ちかねて群衆したかの旗本の主人も一家を連れて見物に行った龍は大鰻へ龍の鱗を描いたギ絹をかぶせたものであった。